今年入ってぐらいからなんですけど、オートミールっていうのを食べ始めて、和食が好きな私にはほど遠い食べ物でなんか食べてなかったんですけど、ちょっと食べるきっかけがあって、え、何これ意外と美味しいじゃんから、意外と毎朝食べても飽きないかもって感じなんですね。私はこれをいつも買ってて、なんかどうやらこのなんか老舗のブランドらしいんですよ、アメリカので。私はですね、普通に食べるんではなく、これがオリジナルなんですね。だから何のフレーバーもないんですけど、まあ、ちょっと甘いのかな、これだけで食べたことないからわかんない。でこっちがメープルなんですよ。でもメープル味だけだとちょっと甘すぎるんで、あのこれとこれをいつも半分半分で、半分半分使って、で私はアーモンドミルク、ひたひたよりちょっと多めぐらいにいると吸うんです、ごいこれが水分を。でチンしてで食べるんですけど、これいろんなミルクを試したんですけど、まあ、やっぱアーモンドミルク系はまあヘルシー、朝一番体に入れるものだから、なるべくこう胃の消化にも、の妨げにもならないいいものと思って、あとオーツミルクっていうのも候補に出てきたんですけど、まあ、個人的には私オーツミルクよりはアーモンドミルクの方が好きなんですよ。それで今これチンして終わったのがこれなんですけど、こういう感じなのね、おかゆみたいだよね。もうなんか量とかも適量で、私はもうちょっとアーモンドミルクをどんどん吸っちゃうんで、アーモンドミルクを結構足しちゃうんですけど、終わった後も割とひたひたが好きなんで、なんかほんと好みでこんぐらい足して、トッピングはラズベリー、これラズベリーも終わりかけでカスカスが残っちゃってるんですけど、カスカスの方を入れます。カスカスの方を入れて、ブラックベリー、ブラックベリーもう好きなだけで、次、ブルーベリー、全部これ冷凍のものを買ってます。冷凍のものでも十分美味しいし、でアーモンド、これが結構ポイントで、アーモンド入れるとなんかね、食感がオートミールと違う食感が入ってすごい美味しいんですよ。でこれ出来上がり。ヨーグルトも私好きで、ギリシャヨーグルトでなんかちょっとこっくりしてて、普通のヨーグルトより、でプロテインの量が多いんですよ。で私ギリシャヨーグルトの中でも好きなのが森永のパルテノ、これが一番なんかねこっくりねっとりしてて美味しくてきて、でこれにグラノーラを入れます。グラノーラ入れて、まあ、これも好きなだけ入れて、これラズベリーこっちを、まあ、両方別にこういう粒でもいいんですけど、こっちをカスカスにした理由は、こっちはあの塊の方を入れると、あのアサイみたいに、なんて言うんだろう、あのだからラズベリーが冷たいままアサイボールみたいな感じで食べれるの。はい、ブルーベリーもボサボサっと入れて、とにかくフルーツいっぱい入れます。こっちの方はあの味が無糖だから、結構入れてもちょうどいいぐらいなんで入れます。これ量どっちかの場合が多いですけどね、ヨーグルトだけかオートミールの場合か多いですけど、私の最近の朝ごはんです。で朝のね、私紅茶は決めてるんです。これ絶対最近これなの、マリアージュの、あ、マルコポーロってやつなんですけど、すごいフルーティーで美味しいんですよ、この紅茶が。もしくはコーヒーにするときはこれ、友達からもらったやつで、シンガポールのみでしかまだお店がなくて、知ってますこれ、バシャっていうのかな、バチャっていうのかな。じゃあちょっと食べましょう。あの好みによってはこれにさらにもうちょっとハニーを入れてもいいと思います。私はでももうちょっと、そうだな、いただきます。ちょっとハニー入れてもいいかな。あとアーモンドミルクも、もしもっとひたひたが好きだったら、はい、アーモンドミルクももっと入れていいし、うん、うん、これ腹持ちがいいんですよ、うんうんうん、そうか、こういう使い方でいいんだ、うん、オートミールって分かんないですよね、私のカルチャーにないから、うんうん、どうしたらいいんだろうと思って、から朝から体にいいもの食べてる気がしません？そしてこんなに簡単にできちゃうんだっていうのが発見でした。そうなの、チンするだけなんですよ、うん、ミルク入れて
で冷凍のフルーツ入れバッテリーがいいから、うん、全然話は変わりますが、その器が素敵ですね。これでしょ、うん、これどなたかにギフトでもらったんですよ、ね、そのなんか途端たちまちおしゃれに見えますよね、うん、これ素敵。皆さんどんな風に食べてるか知りたいですね。知りたい、確かにみんなのレシピ知りたい、うんうん、また教えてコメントで教えていただければ、ね、教えてもらいたいですね、はい、確かによろしくお願いいたします。お願いします。オートミールの食べ方を、あとこれなんでこのコーヒーの入手の仕方が分かんなくてでもこれ多分いろんなフレーバーがあって、チョコレートなんですよこれ。へー、だからあのちょっと粉コーヒーみたいな感じね。モロッコ発祥で、うん、海外にはシンガポールにしか店舗がないそうです。でしょ、誰かシンガポール行かないかなくださったお友達はあシンガポールに住んでるんです。あ、そうなんですね。そうなの。